日本千葉県船橋市行田船橋市行田の空中写真1989年撮影国土交通省国土画像情報をもとに作成行田は千葉県船橋市の地名である現行行政地名は行田1丁目から行田3丁目この記事では関連町名の行田町についても記述する船橋市の中心市街地の北方に位置する地域の北西には 中山競馬場がある。当地は元東葛飾郡行田神殿で1889年の町村静止工事には塚田村の大あざとなった。塚田村は1937年船橋町、葛飾町、八坂江村、宝天村と合併して船橋市となり行田は船橋市の大あざとなる。1940年行田町と解消。 1984年、住居表示整備に伴い、行田一の三丁目となるが、一部地区は住居表示、未実施のまま行田町として存続している。当地域の中央部は、ほぼ深淵をなす、環状道路によって囲まれている。区画が円形であるのは、かつてここに、旧日本海軍の無線施設が設置されていたためである。現在でもその名残で、公事のような行政機関や、 公務員宿舎が多い、1から3丁目があり、環状道路の東部が1丁目、環状道路の中央を縦断する県道を挟んで、東が2丁目、西が3丁目となっている。中央は行政機関、団地、東西には住宅が広がる。地名の由来は行徳と田尻の一字ずつを取ったものと言われる。2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる環状道路内の中心を片側に車線の県道9号が縦断し、南は国道14号、北は県道9号から木下街道へ接続している。このほか、南西方向に京成西線駅、西船橋駅方面へ向かう道路、南東方向に新船橋駅、船橋駅方面へ向かう道路がある。 いずれもラッシュアワー以外に、中山競馬場開催となる土日にも、激しい渋滞の発生することがある。武蔵野線の線路が通過するが、駅はない。最寄り駅は、東武鉄道の打線、塚田駅、新船橋駅、武蔵野線船橋方店駅、西船橋駅、京成本線京成西線駅などである。しかし利便性を考慮すると、住民の多くは、 西船橋駅や船橋駅を利用していると考えられる。西船橋駅からは京成バスが船橋駅からは日中のみ、京成バスと船橋新京成バスが他に深夜急行バスが数路線運行されている。一丁目、二丁目、三丁目行田町は1984年の住居表示実施時に対象外となった地区で行田1から三丁目の北方に 東西二カ所に分かれて残存する、葛飾川が流れている、西部東部、ありがとうございます。